おっしゃ、おっしゃ、でかい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 、三島の12月中旬のナイスバス。超シャローだったね。なんか、お、来た。よし。はい、ちょっとね、小ぶりだけど、ノリーズの三角 T さん、ねえ。久しぶりすぎてどうしたらいいかわからない。果たしてこのハブ君の竿は釣れるんだろうか。行くぞ。何用なんですかねこれ。よく分かってないんですよね、この竿の正体が。まだ夏場は本当あの虫ですごい具合良かったんで、お気に入りはお気に入りになってるんですけど、夢の島っつってもどう流せるの。夢の島はこれなんだ。夢はどういうふうに。こっちのちょっと日陰の方に行って、真ん中あたりから岸際に放ってみようかなと。一応ここ岬状なんですけどね。本当はメタルバイブやってから、ダメだっつってライトリグに移行する予定だったんですけど、もうダメだって感じになっちゃってるんで、最初からライトリグをちゃんとやります。どういう感じかな。お、当たった。よし、あー、バレた。うそー。ちょっと今のは。いや、多分メタルバイブとかでいけると思うんですけど。やべ。あの、まずいな。なんでバレた？ギルかな？どういう感じで来たんだろう今の。ガッガッガッって来た。今ので乗んないか。この間は全然ライト釣れなかったんだよな。これ何メートルぐらいあるんですかね。多分今この下で7ないぐらい。ああ、程よいっすね。
たか？あ、大丈夫っす。あ、やべ、浮いてきた、浮いてきた。やべ。お、いや、起きちゃいます。すみません。うん、ライトリグだと速攻でしたね。すげえな。マジでライトリグ強い。ライトリグの鬼っすからね。デプスのテールスライダーのね、ダウンショットリグで。こんな感じでいいとこにかかっております。あとちょっと浅いところやってたんですけど、なかなか12月で釣れないんで、こんな感じの、ちょっと今外しますね、うん、ダウンショットリグで、ね、テールスライダーでそこをズリッズリッズリッってやったらコンコンコンと来てくれました。じゃあ、ね、嬉しい三島小バス行かします。ありがとう。深いで、タックルはこの前買ったエンジンのスペルバウンドコアっていう竿にオフセットフックでテールスライダーをつけて、で重りは 2.6g、 亀山ダムでネックワームで使うセッティングですけど、結構この濃い色が最近店頭に並んでたんで、これちょっと深いところやるのにいいんじゃないかなと思って一つ買ってきたところ、早速ね活躍してくれました。で、針は冬なんで遊戯のインフィニのホビットって細軸のやつで、こんな感じのセッティングで、ちょっと水深よくわからないんですけど、ピョイーと投げてそこを丁寧にやったらコン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 入る感じですね。ちょっと数重ねられるかもしれないので、もうしばらくやってみます。はい、というわけでですね、冬の三島港で釣りをしていたタックルを持ってきてみたんですけども、なかなかね、発売された時に冬のダム湖のディープの釣りで効くんじゃないかななんて思っていたこのルアーですね。これやっぱり効いてくれますね。ちょっとね、頭の方が何匹か釣って避けちゃったんで逆付けしてるんですけども、デプスのテールスライダーですね。で、今回この濃い色がですね、釣り具屋さんに並んでいて買うことができたんで一つ買ってみたんですけども、何にしても冬場ディープの釣りするときにレッグワームの黒っていうのがめちゃくちゃ、効くんですよね。深いところで光が少ないのか、こういうシルエットがはっきりくっきりしたような色が効くっていうことで、まあちょっと寒い時期の定番でレッグワームの黒を深いところに沈めて、でダウンショットでこう誘おうっていう、こういった釣りが冬の釣りではあるんですけども、このねテールスライダーの濃い色、これね青が腹で背中黒こんな色なんですけど、この色が非常によく効いたなっていうのと、で実はですね、このテールスライダーもう何匹か釣ったテールスライダーなんですけども、非常に餌持ちがいい、うん、このなんていうんですかね、これ用に新しく開発された素材だなんて言ってますけども、非常にデプスのワームってなんかすごいムチムチしてなかなか餌持ちがいい印象があるんですけど、このテールスライダーもですね同じで、非常にちっちゃい割に丈夫で、何匹か釣ったんだけどまだいけますっていう感じで、ちょっとねこのオフセットのタスキの肩の部分がかかるところがちょっと破れかけてはいたんですけども、まあそしたらこの頭のところだけカットしたらもうなんていうかまんまレクワームみたいな感じでさらに使えますからね。で、何にしてもちょっと動きね分かりづらいんですけど、このテールがすごいいいんですよね。動きすぎないっていうかですね、たまにフリーズアクションを起こしてくれるっていうことで、レクワームが流行ってこの手のなんていうんですかね、小型のシャットテールみたいなのいろんなメーカーから出てますけどね、どのメーカーもこのお尻がとにかく綺麗に、均等に動き続けるようにっていうところに注力して開発してるような気がするんですけども、小森さんなんかも言ってますけどね、レッグワームの肝は
案外このお尻の硬さによって出る、イレギュラーな何ですかね、フリーズアクション、一回硬直したようなアクション、そういった瞬間に食ってくるよなんて、今年ぐらいはもう公開しちゃってますけどね。まさにこのテールスライダーもその似たような、ちょっとこの固めに接続されたお尻がですね、たまにこうブリブリブリフー、ブリブリブリフーってこうフリーズしたようなアクションをしてくれるんですよね。こりゃ釣れるだろうと思ってディープに投入したところですね、結構早めにコココーンという感じで当たりが出てくれたんで、間違いないんじゃないかな、ね、ちょっとレッグワーム結構釣り込んで、もうだいぶ自信のついたルアーなんで、今年はですねこの似た形でちょっと違うテールスライダー、これをレッグワームで釣るような状況で積極的に投入してですね、その違いっていうんですかね、そんなところを検証していければななっていうふうに考えております。ルアーのところはそんな感じで、で、こっちがですね最近使ってみているですねタックルなんですけども、この前買ったエンジンのスペルバウンドコアっていうソリッドティップの竿ですね、これの 6.5 フィートあってちょっと柔らかめだよなんていう竿なんですけども、それにシマノのコンプレックスですね、これ CI4 の2500番だったかな、そうですね、F62500番HGS っていうこのハイギアの、ね、リール使ってるんですけど、糸は4ポンドラインっていうことで、このセッティングが結構冬場使いやすいなっていうこと でもうちょっと来年1月を超えたらですね、これ今4ポンドぐらい使ってるんですけども、ここら辺を 3.5 ポンドとか、3ポンドとかちょっと、もう1番手補足しようかなっていう風に考えてるんですけど、今のところまだちょっと糸太めでもですね、結構当たり出しやすい感じなので、まあ糸太い方がね、いざちょっと大きめの魚かかった時も、釣れてくれる、まだ結構魚が走り回るんですよね。でこれで冬場もうちょっと寒くなって、なんていうんですかね、魚かけた後にもうあんまりファイトしないでスーって、あれなんか雑巾でも引っかかったかなみたいな感じでバスがふわーって浮いてくる、そんな状況になった時はもうちょっと細い番手の糸でもいいかなと思うんですけど、まだちょっと秋の終わりっていうことでですね、バスも元気よく、ファイトしてくれますんでね、そういった時で今まだ4ポンドラインでちょっと、ライトリグでは太めの糸を入れてやってみております。で、まあ、ルアーはこれ、ね、デプスのテールスライダーで釣れたよということで、本日の釣り工 TV は、解禁されたばかりレンタルボートがですね、バス釣りにも貸してくれるよってなったばかりの、三島湖、ここに初めて行ってこのライトリグで冬の貴重なバスが釣れたよと、こういった動画でした。はい、釣り工 TV でした。